ああ、俺今喋っとったの一切取れてなかったのか。取れてないまんま商店街、天下茶屋の商店街を抜けて、どこや。晴天か一丁目。晴天か。そんな聖なる地名ある？あ、聖、ん？なんて思う？え、本当に聖天か。いじり天か。何だと思う？でもこれじゃないの、丸出しやな。すごいな。すごいな。こっち裏道のところ来てしまったな。いいな。なんか行けん。ああ、行ったか。これどうやって戻ったらいいね。しまった。また何も考えずに歩いてきたけど、違う、天下茶屋かなんかに。天下茶屋に行かなあかんのやって。通貨じゃないもん。あ、こっぱいやな。あれか、うんか。何これ。すごい道やな。ああ、でもどんつきか。人はこれを迷子と言う人だな。もう帳面読めてないもんな。何天下、ひじり天下なのか、水天下なのか。まあ、もしかしたら自分が決めるときにね、すごい晴天やったからね、晴天下でするかみたいな、そんなようなね、絶対違うな。あ、こっちで戻れそうやな。これで戻れるやろ。あ、半海の踏切が出てきた。半海電車に乗ってってもいいけど、いや、半海の人、やっぱりか。じゃあ、まず、とにかく、一回天下茶屋の駅の中入らなあかんねやった。一応乗っとかなな、さすがにな。照明書いてへんな。アルファベット書いといてほしかったな。
朝倉製薬。へえ。薬きっとるのか。すごい。おお。アイシャップ。すげえ。すげえ。なんでやねん。電車があるやな。濃いな。濃いなー。で、何か行くか。よいしょ。あ、もうそこにも行きあるやん。近いな、駅。へぇー。そう、だね。なんかやばいっすね。あ、もらえたのか。あ、セブンイレブンか。こんなとこにセブンあるね。まあまあまあ、でもあるか、セブンはな。はい。駐車場どこどこやけど。店長。店長。あの、甘いお茶みたいね。いますよね、店長。手が変換の点ですね。で、西成店たちは郵便です。もうだいたい戻ってきた感じか。天山商店街あ、そっか、さっき、走ってた、歩いてたところ、一切通ってなかったんだよな。じゃあ、もう一回歩き直すのもありか。まさかね、電源入れてずーっと喋っとっただけやったっけね。はぁ、あ。はぁ、あって、おやきがいいなぁ。あ、これだなぁ。ここは薬局か。こんな感じで薬屋さん。ここに戻ってくのか。はい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 。すごいよな、こう。フリー素材感。お、出しなんか。もうちょっとまで。こっちの方に持ってきた。あ、
ルッティング中ね。カビの喫茶。何？絶対キングダム読んで起業したいんだ。絶対キングダム読んで逃走しに気がついて起業したいのあれ。くるっと回ったし結局戻るか一気に。やっぱ繁華街抱えてるのはいいですね。さすが大阪、天下の男ですね。